それではホームカターレ富山スタメン予想フォーメーションでご覧いただきます。今日も3バックで予想しています。ゴールキーパーは山田、ディフェンスは右から今瀬、林道、鎌田、アンカーの位置に薄井、ウイングバックは右神山、左安藤、2列目アルトゥールシルバに姫野、そして2トップ吉平と川西で予想しています。 AC 長野パルセイロスタメン予想フォーメーションでご覧いただきます。4バックで予想しています。ゴールキーパーは大内、ディフェンスは右から船橋、吉岡、池谷、水谷、ツーボランチは宮坂と坪川。宮坂は J 通算300試合出場ということになります。2列目右から佐藤、山中、森川、そしてワントップ、今日は今シーズン10試合目の出場が初スタメンということになります佐野翼、ワントップでの起用が予想されます。長野最終ラインからヘディングで戻す坪川、運んでいこうというところでしたが、また富山のボールになる。神山、中へ入れた、ヘディングだ。アルトゥール・シルバ、その林道狙っていく、わずかにバーの上越えていきました。少し落ち着かせる形にします。富山のボールになる。アルトゥール・シルバ、吉平、収めてシュートだー、決まった、先制、カターレ富山、吉平翼。この距離決めてきました。こちらの角度からも船橋から、船橋高い位置まで上がっていく、上がっていく、シュート、後ろに薄い、その薄いへパスがつながる、もう一度薄い、吉平、ここにいる、シュート、吉平、キャプテンマーク翼。安藤の守りリスタートしている。前線にボールを入れてくる、ファーサイド、矢坂が蹴ります、直接狙っていった、惜しくも得点なりません。宮坂、わずかに枠右、抜けていきました。宮坂、宮サイド、コースを変える、ゴールの前、シュート、最後は宮本。中から上がっていこうというところ、デューク・カルロス、末木、先ほどからピッチに入っています。さあ大野へ、キーパー戻る、大野、もう一度前を向く、シュート、場内ドーッと沸きました。バーの上です、エリア中に4人入っている。東回して宮本、宮本この位置だ、エリア中に入ってきた、ゴールの前だ、シュートまで持っていけるか、3打でしょうか、
あ、富山守った。主審が時計を見た。まだプレーが続く。中に入った。流れていった。ここで試合終了。富山逃げ切りました。6連勝5試合連続1対0です。